え、何持ってるの？ダメ何持ってるんですか、それは。カルン山本圭司。圭司君見てる。圭司君今どこかな。はい、うちの曲今流れてる、曲ですね、バックグラウンドで流れてる曲を、シンガーソングライターの山本圭司君にインストバージョンで作ってもらってます。圭司君は今カルンのツアーで全国を回ってますので、詳細また出しておきますので、ぜひ見て、お近くでやるときはぜひ見に行ってください。あと圭司さん出てください。はい、いい？カルンはもうこれぐらいでいい？はい、はい、いいかい圭司君、大丈夫かい。今日第5回目の放送を始めたいと思います。なので最初の放送目標回数が何回でしたっけ？5回だったところ、今日母の日前日の今日の時点でもう150回近く放送されてます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日なんですけど、5回目の動画で何するかっていうことで、6月次何のイベントがあるかって考えた時に思いつきます。6月、6月、そんなもんなんですよ。6月は父の日がありますですが、父の日は忘れられがちです。現に私たちも父の日の企画って今までした？いや、してない。してない、してないです。こんなにコーヒーと相性がいい企画なのにやってない。今年はちょっと父の日やろうかなと思って、ね、リサーチというか、いろいろ雑貨屋さん、実はうち卸で雑貨屋さんに卸すことが多くて、雑貨屋さんに今日フラッと行ったので父の日のことを聞いてきたんですけど、単価がですね、はい、母の日は大体3000円から5000円のプレゼントがよく動くそうなんですけど、はい、父の日に限ってはなんとマックスでも2000円ぐらい、ひどく、まあよく動くものだと200円。ギリチョコかと。しかも配れしねえのに、お父さんってまあいても2人ですよね。なのに価格がギリチョコ。ひどいなんですけど、今年ね、僕らもちょっといろんな雑貨屋さんに父の日のことのお話を聞きながら、僕らなりの父の日の贈り物っていうのを作っていこうかなと思っております。皆さんが素敵って思う父の日の贈り物、素敵なものっていうのを提案できたらなと思っております。うちって結構商品が女性的なんですよね。なのでちょっと男性的なものっていうと、今思いつくのはこの馬場隆さんの備前焼き。こういうの良くない？備前焼きと備前焼きで飲むお父さんのためのブレンドコーヒーとかね。今思いついた。はいはい、どうぞ。男性に割と人気がある3種類と、50g とか 80g とかで、お店ではいつも 100g からなんですけど、なんか少量ずつをパックにしたセットで、はい、600、700円とか。ああ、いいですね。いろいろちょっとずつ飲めるセットみたいなのを、お父さんお疲れ様みたいな感じで、うちのコーヒーとなんかお菓子は、そうですね、ね、それこそ雑貨屋さんに行ってもらって、それと組み合わせて、いろいろできるようになんか考えたいね。なんかついで買いでうちを選んでくれたらな。謙虚ですね、っていう風に考えております、はい、アポ取って、父の日何するか動画をちょっと何回か上げてみようかなと。雑貨屋さんを直撃。そうですね、雑貨屋さんを直撃して、はい、アポはちゃんとやってみたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。